マスカットだ。病気のおばあちゃんが一度でいいから本物のマスカット・オブ・アレキサンドリアを食べてみたいって。食べた人を幸せにするお菓子なんて素敵なんだろうって。ソンマハルナです、よろしくお願いします。憧れの会社に就職したけれど、はい、配属されたのはブドウ農家。勝手に座んな。手伝いなんて頼んどらん。杉木、古い木の枝に新しい元気なブドウの木を継いで苗を作るんだ。アレキサンドリアは形が大事じゃ。うちにとったら美しくなくても OK です。明日から来んで。太郎、一人息子太郎に後継がせるんじゃ言うて。会社でうまくいってないんでしょ、帰ってこい。太郎さんのビニールハウスは死んだものは生き上がんのんじゃ。でもこの木は生きるんだから。お願いします、太郎さんの木に秋吉さんの命を継いでください。その願いは叶うのか。人を幸せにする歌詞作るんじゃなかったのか。半端なまま逃げて帰るんか。幸せのマスカット。